ここは横浜シンボルタワー、マリンタワーに次いで横浜を代表する有名なタワーです。ここから横浜中の景色を一望できる素敵なスポットです。それでは参りましょう。はい、お久しぶりでございます。ワンダー和田でございます。今日はね、横浜の港のね、かなり奥まったところにある、横浜、シンボルタワーに来ております。この奥にあるやつですね。はい、この場所はですね、本牧ふ頭の結構先の方にあるですね。はい、結構僻地みたいな場所にある、シンボルタワーなんですけど、こちらね、はい、まあ、横浜のね海を見渡せるね、本当にね癒しのスポットなんで、今回はここね、訪ねてみるとですね、ここ16時ね、閉店で、今もうすでにね、15時、20分ぐらいなんで、ちょっと急ぎ足で行かせていただきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、ここはね本当にね海沿いのね D トッテってところですね、D トッテってところなんです。これね、周りが自然の公園でね、はい、まあ、こちらはね、灯台という、ね、役目の他にですね、まあ、主に市民の憩いの場としてね、まあ、犬の散歩とか、だから場所にね、どっかちらにね、あのドッグランとかがねあるらしいですね。はい、まあ、本当にね横浜の、はい、代表するねビュースポットっていうんですか、まあ、あれがシンボルタワーなんですよね。はい、まあ、そういう場所になってますね。はい、だから結構マリンタワーに次ぐね、横浜のねシンボルスポットでございますね。さあ、近づいてきましたね。さあ、ここがね中間地点でございますかね。はい、ここからもね、素敵なビューが見えるんですけども、ね、綺麗やね。はい、この上を上がっていくとね、さらにもっといいビューがあります。はい、こちらがね大工場群ですね。はい、こちらから日夜ね横浜中のさまざまな場所にですね、はい、荷物が運ばれてますね。この辺はね、あのトラックがねビュンビュン走るんでね、あのね、はい、自転車とか車で来る場合はねトラック気をつけてくださいね。あそこなんか壊してるね。はい、あのね帰りにねこのねパンフレットをもらったんで、これでね簡単にそのねシンボルタワーの説明を入れていきたいと思いますね。はい、周りこんなね広範囲にわたってこのねシンボルタワーがありますね。さあ、ね、こんな感じになってますね。はい、ね、ちょっとね見ながらだとやりづらいですけど、ちょっとね全容ですね。この、さっきね私が40何メートルとか言いましたけどね、まあ微妙に高さとか違ってますね。高さは、48.19 メートルですね。はい、でこの先端部分は、58.5 メートル信号機です。まあ、信号っていうことで、ここから、まあ、要は信号を出して船にこう合図を出すというね、そういう仕組みになっていますね。で、これはですね、全容でございますね。はい、このタワーは横浜港に出入りする船への信号所と市民の、展望施設を兼ね備えた新しい横浜港のシンボルとして、建設したもの。昭和61年7月に完成しました。ね、横浜は国際平和と横浜港の発展を、ね、祈願しています。平和が出てきますね。はい。さあ、これがスペックです。ね、まあまあ僕が61年ってことはね、僕は54年生まれなんでね、はい。まあまあ小学校ぐらいのね、高学年ぐらいにできた感じですね。で、これね、気をつけてください皆さんね。はい、閉まる時間がね、季節によって違うんでね、今1月から、2月の末まではね、なんと、4時でね終わってしまうんですね。はい、今日ね本当にギリギリで行ってちょっとねあたふたしてしまいましたね。はい、だからね夏だとねこの辺ね8時までやってて、まあ、夜景なんかも見ることができるんでね、はい、そこはおすすめでございますね。まあ、駐車場で来る場合はちょっとねそれなり、金額が、かかってしまうことを覚悟してください。で、場所的にこれねバスでも行けるんですけどね、バスの本数はね非常に少ないですね。はい、だからちょっとね行く場合はねこの横浜駅東口桜木町とかね、その辺から出てるんですけども、
まあちょっとその辺調べてくださいね。でこの梅釣り施設っていうのはね、このね、シンボルタワーのね、大体1キロ、手前でにある場所ですね。ですからその海釣り公園からね、1キロもそのシンボルタワーまではね離れているわけですけどね。はい、まあね、船からね、じゃあね、展望台からこのようなね、さまざまな船がね見えますね。はい、本当にね、横浜からどんなね仕事の船が出てるのかっていうのがね、わかりますね。はい、あのね、大桟橋とかにね、こういうね、はい、豪華客船とかね、泊まったりしますね。はい、というわけでございます。あのね、貝殻のね、なんかモニュメントみたいなのが、あのところがちょっと絶景スポットですね。はい、階段の下りがいるのかどうかってことですけどもね、一応これぐらいの高さがにあるっていうね、臨場感をね、皆様に感じていただくために、あえて登ってる下りを入れますね。でこれ最頂部がね、この上ですけどね、ここもね階段で上がるんですよ。まずはですね、はい、展望デッキっていうかね、はい、まあこのようなね、これ書いてありますね。見ていきたいと思いますね。この展望デッキはね、はい、お分かりいただけますでしょうかね。はい、このようにですね、はい、さあここからもね十分に、海を見渡せるスポットとなっております。昔はねちょいちょいこの辺来たんですけど、もうね10年ぶりぐらいかもしれないですね、この場所来るのもね。はい、誰もいないですね、私以外ね。はい、双眼鏡がありますね。じゃあちょっとここからのまず景色を見ていただきましょう。この今ね、まっすぐ向こうに伸びてる、あ、このあれはなかったですね、私がね若い頃はね。で、あのね、多分ね、向こうに見えてるあの船ね、遊覧船みたいな、あれが確かね、横浜、山下公園とかから出てくるなんか観光船、マリンルージュだ、マリンシャトルだって感じですね。で、向こうの方にですね、はい、はい、あれがベイブリッジってことは、大黒ふ頭付近ですね。はい、あれベイブリッジじゃなくて、向こうですね、ベイブリッジはね。はい、まあベイブリッジはね、このね展望台のね上の方がよく見えるんで、そっちでね見ていきましょう。はい、ここから展望デッキに上がるね、およそ140段ぐらいのね階段でございますね。さあ上がっていきたいと思いますね。なんか地上46メートルってね、ことですね。はい、でこれをね、無編集でこの階段をね登っていきたいと思いますね。どれぐらいの段数があるのかね、皆さんにね、臨場感を持って感じていただくために、そのまま流していきたいと思いますね。まあ螺旋階段ですね。はい、140段ってことは相当あるでしょうね。はい、16時にねまでにここ出ないと閉じ込められる可能性がねありますからね、ちょっと早く来たいと思いますね。はい、ちょうどね私が来た頃には一組だけね、なんか、誰かがね、カップルらしき人がいて、それ以外はね誰もいない感じでしたね。はい、いや長えな、この上に登らない、登るかいね。ちょっとまだかな、いや長いぞこれは、ね、いや想像してた日よりもだいぶありますねこれね。あ、ちょうど今この辺りですね。まだこんだけあるの、やっぱ140段は伊達じゃないですね。うん、まあ、皆様この景色ね、ただ階段がね続くのは退屈かもしれませんけども、私登ってますんでね、こんなにあるんだね。あの、まあ、マリンタワーほどではないですけど、かつてねちょっとね私が江ノ島とか、観音崎灯台とかあの辺は行きましたけど、そんなものもね何倍もありますね。あ、でも近づいてきましたね。はい、というわけで、無事到着しました。こちらが、展望台でございます。はい、はい、というわけで、展望台の方に着きました。音が反響しているのはここがね、密室ということですね。まあ、この時間なんでね、もう残り30分ぐらいで、閉園ですか、
するんでね、はい、もう誰もいないですね。私もね、皆様に景色をお届けしてですね、はい、今回ここね出なければいけないと思っております。じゃあビューを見ろよ。これがねちょっと煙ってるな、今日なんか霧が出て、あ、これこのガラス窓がねろくに掃除されてないですね、はい、でこうやってね、はい、望遠鏡を横を撮りますね。さっき言ってたね、あのやっぱ船がねこうねのどやかでいいですね。あ、誰か登ってくるな、ね、はい、向こうにですねベイブリッジ群がねありますね、はい、でこっちにはね工場、ここのね工場はね世界的にも有名な、ね、すごい有名な、ここは本当大量の荷物がね横浜のね生活を支えている感じでございますね、はい、これ公園下ですね。あ、ここにちょっとしたね反対側に、シンボルタワーの反対側にこちらですね休憩所がありますね。なんかジュースとか飲める場所ですかね、はい、ちょっといやいや、はい、椅子やジュースやってね、はい、ありますね、はい、ここでちょっと、疲れたんで 2,3 分ねお休みね、篠田真理子がいますけどね、はい、したいと思います。はい、というわけで今回は、横浜のね、シンボルタワーの方に、来ました。まあね、あっという間でしたね。ちょっと時間もねなかったんで、ちょっとね尺がねものすごい短い、動画になるかもしれないですねこれね、はい、まあ、もしかしたら、ね、この後どっか自転車で立ち寄ったところで少しだけね、他のね風景を撮るかもしれません。はい、というわけで皆さんまた次の場所で会いましょう。